どうもこんにちは、セミの鳴き殻です。我が家のアイドルゆきちゃん、奇形で生まれた彼は脱皮が不得意でして、今回はそのお手伝いの様子をお届けします。前回の動画で作ったこのレプテリアクリアのケージに住むのはヒョウモントカゲモドキ、モルフ、スーパーマックスノのユキちゃん。冒頭でも説明した通り、買った店員さんによると奇形児だそうで脱皮がうまくできません。まずは軽くケージを掃除してから取り掛かりましょう。うんこはピンセットで取り、水入れに水を入れ、その流れでテーブルやしに水をやります。んって顔してますね。取り出しました、見てわかる通り指先に脱皮殻が残ってしまっています。これは完璧に脱皮不全ですね。僕は毎回こうして取ってあげていますが、これを放置すると指先が脱皮殻によって圧迫され、うっ血壊死、最終的には指が取れてしまうこともあります。脱皮できる湿度、ウェットシェルターがあれば十分防げる病気だと思っていますが、ゆきちゃんのように脱皮が苦手な子もいますから、そういった子には飼い主の手助けが必要になってくるんです。まあ重症化しなければ問題ないと思うので、日々お世話している方なら大丈夫かと思います。まずはカラッカラの脱皮殻を水でふやかします。温浴してもいいと思うんですが、レオパーを温浴するっていうのは僕的にはちょっと違和感があるので、このようにします。ある程度ふやかせたら指で優しく引っ張って取ります。乱暴に見えますが、足を固定できる程度の力しか入っていませんので、ご安心してください。ふやかしているのでスルスルと取れていきます。取ってる間にゆきちゃんのことを喋っていこうかなと思います。この見た目、反対に曲がった手足、グネグネの背骨と、レオパを知ってる方なら少しギョッとしますよね。この子は2匹目のレオパとして購入しました。初めから黒目の子が欲しくて、このソリッドブラックアイですね、爬虫類専門店に行ったのですが、ギャラクシーっぽい柄の健康な子とユキちゃんの2択まで絞れたんですね。店員さんが言うには先天的な奇形児だそうで、手足が丸まってもぞもぞしてましたね。でも僕はユキちゃんの柄とその目のキュルルン感に惚れてユキちゃんを購入したんですけど、少し値段も安かった気がしますね。でも今になって思います、ユキちゃんはクリ病だったんじゃないかなって。調べるとわかるんですけど、見た目が完全にそれですよね。疑ってもまあ何もなれないので騒ぎ立てたりしませんし、何より元気なので今は平和ですね。でも買った当初はさらにひどかったんですよね。歩くというより這うという感じで歩いていて、さながら芋虫でした。でも可愛がっていくうちに、飼っていくうちに、だんだんしっかり歩けるようになって、ちょっと不格好ではあるけどしっかり歩いていますよね。本当に可愛いです。さて次の本題ですね。ヘミペニスプラグというものを知っていますか？クロアカルサックっていう、まあ、オスの総排泄口にある2つの膨らみですね。言いにくいので金玉って言いますけど、その中に定期的に溜まる硬い黄色の物体のことをヘミペニスプラグって言います。プラグって訳しますが、そのプラグは通常自力で排泄されるようですね。実際に我が家のもう1匹のオスレオパのゴマちゃんにはないです。ゆきちゃんの金玉は大きく見えますが、このプラグのせいですね。これも定期的に押し出さないと二次的に感染出血壊死してしまうようですね。ネットで調べれば痛々しい画像が多く出てきます。僕が気づけたのはゆきちゃんの総排泄口からプラグが顔を出していたからですね。引っこ抜いた時はマジでびっくりして、ちょっと動物病院を考えましたが、今ではもう押し出すのも朝飯前です。ちょっとグロテスクですが、お宅のレオパさんもこうなるかもしれないので見ておいてください。赤や汚れが海となってプラグが形成されると考えられているようですね。個体差なのかは分かりませんが、僕はこれもまた脱皮殻が残って溜まってできてるんじゃないかなって思います。脱皮苦手なゆきちゃんがなってるから、辻褄がまあ合う気もしますよね。膨らみを総排泄口に向けてグッと押します。割と押し込んだ方が息に出ますので、まあ、力込めるというよりか奥に押す感じですね。僕はもう慣れたので大丈夫ですが、ヘミペニスが出ちゃったりする時があるんですけど、大体このレオパ自身で戻せますから大丈夫なはずです。
結構長く説明しましたが、飼育している方にあり得るお話ですので動画にしました。さらにゆきちゃんの可愛さも伝わったのではないかなと思ってます。いや、もうみんな虜ですよね。こんなゆきちゃんですが、飼ってるレオパの3匹の中で一番の大ぐらいなんですよね。我が家には他にも可愛い子たちがいますので、ぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちください。高評価、温かいコメントなども待っております。ではまた次の動画でお会いしましょう。